イギリス外務省はイギリス国会議員のビザ発給を拒否した北京当局に対し遺憾であると示しました。同時にイギリス国会外交委員会のリチャード・オタウェイ委員長も中共当局の行動は過度な対抗であると批判しました。先週北京当局は香港の民主化要求を支持する発言をした下院議員リチャード・グラハム氏へのビザ発給を拒否しました。中国駐ロンドン大使館は議員に発言の意図を明確にするよう要求しました。イギリスからの香港返還を決めた1984年の英中共同宣言から今年で30周年を迎えます。イギリス下院外交委員会は香港に議員を派遣し、共同宣言と基本法の実施状況及び香港の普通選挙、政治改革などに関して調査を行う予定でした。新唐人テレビがお伝えしました。